はい、今日はおすすめの洗車用品をご紹介します。やっぱり今こんな時期じゃないですか。どこにも出かけられないし、そんな時は洗車しましょう。はい、もう徹底的に洗車しましょう。はい、ということで今日はまたまたグリオズガレージの洗車用品をご紹介します。でグリオズガレージ何度もご紹介させていただいてるんですけども、本当に物がいいんですよね。でやっぱり生っ粋のカーマニアが立ち上げたブランドだけあって、もうとにかく車のことを第一に考えてると。そして、やっぱり洗車するときにこんなのあったらいいよねっていうのが、まあ、実際あるっていう、はい、そんなブランドですよね。本当におすすめでございます。で今回洗車する車が、ボンドグループ、はい、台車の A4 でございます、はい、こちらのこのバッチリ汚れてる、はい、このホイールを今回ちょっとピカピカにしていこうと思います。早速ちょっとピカピカにしていきます。でまず使うのがこちらでございます。グリオズガレージヘビーデューティーホイールクリーナー、はい、こちらいわゆる鉄粉除去剤になるんですけれども、やっぱりグリオズガレージすごく考えられてて、中性なんで、まあ、お肌にも優しく、車にも優しい、はい、そんな、鉄粉除去剤になってます、はい、なんでまずこれをホイール全体に吹きかけます。で吹きかける前にできれば水を一度かけてもらって、ホイールの温度を下げる、そして大きな汚れを流しておいてもらった方がいいと思います。で今回の動画はこれあくまで洗車の仕方じゃなくて洗車用品の紹介動画なんで、まあいろいろ洗車の仕方ツッコミどころあると思うんですけれども、その辺ご了承くださいませ。はい、ちょっと早速かけちゃいます。で使い方は一般的な鉄粉除去剤と同様です。全体にかけてもらって3分から5分放置します。で時間が経つと紫色に変色して鉄粉が除去されます、はい、でやっぱりホイールの汚れってこうボディと違って油汚れだったり泥だったり、あとはブレーキダストだったりローターの削れた鉄粉だったり、いろんな汚れがこう複合的に混ざったものがついてるんで、まあ、ボディと違ったちょっと洗車の方法が必要になってきます、はい、で今回クリーナー直接いきなりかけちゃってるんですけれども、まあホイールによってはシミムラの原因になる可能性もなくはないんで、まあ、できれば目立たないところで少し試してみてから、全体に吹きかけることをお勧めします。であとこちらのクリーナー、塗装のホイール、メッキのホイール、まあ、いろんなホイールに使えます。なんでアメタンのような本当にフィニッシュがさまざまなあるホイール、高額なホイールおすすめでございます。はい、で一定時間置いたら全体的に流しちゃいます。で薬剤が残ってると、いろんな残ってると変色の原因にもなりますんで、入念に水をかけて落としちゃいます。こんな感じでございます。で続いて洗っていきます。で洗っていくんですけれども、そこでご紹介したいのがこちらでございます。同じくグリオズガレージのホイールワンズっていう商品になります。こちらはこのブラシの先端にマイクロファイバー製のスポンジがついた商品になります。こんな感じで太いのと細いの2本入ってます、まあ、ホイールの形状、奥側裏側手の届かないところもバッチリこれで洗えます。でパッケージ見ていただけると分かる通り、なんと HRE のメッシュのホイールが、パッケージにプリントされてます。そうです、アメタンにもおすすめなんです。はい、早速これで洗っていきたいと思います。とりあえず表面は普通のスポンジで洗ってきます。でやっぱりこのホイールの内側、これやっぱり洗うのに限界があるんで、そんな時に登場するのが先ほどのホイールワンズでございます。こちらを使ってホイールの内側もバッチリ洗えます。で狭いところはこっちの細い方で、はい、洗うこともできます。まあホームセンター100均家庭用の掃除用具でこれに似たのもあるかもしれないです。ただそれじゃダメなんです。はい、スタイリッシュじゃないんです。やっぱりこうグリオズガレージとかのこのちゃんと洗車用品のこうブラシ、はい、でマイクロファイバーっていうのはあんまり多分ないと思うんですよね、こういう細いので。でホイールはもう本当に傷めず、はい、裏側の奥の方までこんな感じでバッチリ洗えます。はい、ちょっと一回流してみたいと思います。
ホイールの内側まで結構綺麗になりました。もうちょっと綺麗にしましょう。若い頃はホイールを外して洗車なんてこともやってましたけど、おじさんになった今そんなことはできません。やっぱりこういうので楽しましょう。そしてもう一個おすすめしたいのがこちらでございます。同じくグリオズガレージのホイールナットブラシ、こちらでございます。こちらはですね、もうこの写真見て、すぐ分かる通り、このホイールのボルトホールの中ですね、こういったところだったりだとか、あとこのエアバルブのこの入り組んだところがしっかり洗える商品になります。中身はこんな感じです、はい、握りやすいグリップとこの適度な柔らかさのブラシ、そして先端はちゃんとこのほぐしてあって、まあ、少し柔らかくなってるんでホイールが傷つきにくい、そんな構造になってます、はい、でこれでこのボルトホールもしっかり奥まで洗えます。すごい欲しい、買いますやっぱりこういう細かいところを綺麗になってるかなってないかで印象結構変わってくると思うんですよね。こんな感じでこんな奥までピカピカにできます。で個人的におすすめなのはやっぱりこっちのエアバルブのここですね、はい、ここってなかなか洗える商品少ないと思います。それがこんな感じで、はい、きっちり洗えます。ちょっとじゃあ本気を出して最後仕上げたいと思います。いいですか。というわけでこんな感じでホイールがピカピカになりました。はい、というわけで今回はグリオズガレージのヘビーデューティーホイールクリーナーとホイールワンズ、あとはホイールナットブラシ、ホイールをきれいにするのにおすすめなこの3点をご紹介させていただきました。グリオズガレージは他にも、タイヤのサイドウォールをきれいにするブラシとか、まあ、本当にいろんな商品が出てます。でご紹介させていただいたこちらの3点はボンドオンラインショッピングまたはヤフーショッピングからお買い求めいただけます。ぜひお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。